皆さんこんにちは、マンダルグリフィッシュです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとね、私生活になるんですけど、子供が生まれてまして、更新の間隔が空いてしまって申し訳ありませんでした。今回からね、またしっかりプレイをしていきたいと思いますので、引き続きお付き合いいただければ嬉しいなと思います。ジーファの方にやってきましたので、まずはここですね、探索をしていきたいと思います。このジーファーなんですけども、ガザリーが出てきてまして、これがなかなか強いですね。なので装備品もですね、お金に余裕があれば更新をしておきたい、アップデートをしておきたいかなと思います。で、本郷が前回最後離脱してますので、まあ、火力自体もですね、4人編成から3人編成とパーティーが変わっているので、まあ、落ちているというところもあって、ダメージコントロールはね、しっかりやっていければいいかなと思います。でね、このガザディも火力がね、今ちょうど攻撃入りましたけども、そこそこあるんですよね。なので、まあ、ガザディがね、1体で出てくるような場合には、まあ、そこまで警戒する必要はないと思うんですけど、まあ、複数で出てくる場合には、本当にね、要警戒ということだと思います。カミーユがいるわ。あれ、アムロさん、それにみんな、どうしたんです？いや、こっちのセリフですよね。この街の中でも敵とエンカウントがあるので、まあ、何か異常事態が起きてるのかなと思います。助けに来たんだ。ここはかなりテロリストがいるようだ。まあ、実際、街中ですぐに戦闘になってますからね。僕も苦戦しているんですよ。とてもじゃないけど、人手が足りません。それなのに、ティターンズの本部は救援を一向に出そうとしない。そういや、お前、ティターンズの内情を探るとか言ってたよな。一体どうな、うっ。バカ、エマさんの目の前で、何でかい声で言ってるんだ。まあ、エマにね、カミーユが潜入してるってのがバレちゃいますからね。内情を探るって、てんてんてん、カミーユ、あなた、てんてんてん、まあ、そうなりますよね。すいません。今まで黙っていましたが、僕はティターンズの行動を探るために軍から命令を受けていたんです。そうだったの。軍はティターンズを調べていたわけね。でも、それも当然ね。私はつくづくティターンズが嫌になった。この流れはゼーターガンダムと同じ流れですね。テロの鎮圧。つまり人々を守ることが本来の目的のはずなのに。バスク大佐は権力を握ることしか頭にない。そうですね。僕もそのことは気になっていました。このままではティターンズは独走を始めるんじゃないかって。でもそのことを報告者も相手にしてもらえませんでしたけど、エウゴ軍自体が腐敗をしているからな。僕はゼウスのメンバーに加えてもらえませんか。すでにティターンズにして報告できることすべて報告しました。これ以上ティターンズにいたところでこんな風に前線に配備されたばかりでは内情の報告を続けることは不可能。まあ、カミーユはゼーターに乗ってるんで、まあ、ゼーターが戦力になってくれれば大きいですよね。ハロ空戦に報告、英語軍の方に問い合わせてみてくれないかと。カミーユ将軍、あなたはすでに戦死したと報告されています。エマ注意とともに。なんだって、そんなバカな。私たちは生きているわ、現にここに。しかしチャンズからの報告では、ジーファにて戦死とされています。ははーん、ティターンズはあんたらを厄介払いしたんだが、ジーファに飛ばされては生きて帰れないだろうと考えたんだ。コウダロウにしては冴えてるな。多分その通りだろう。クソ、なんて奴らだ。しかし、帰って好都合。これで何の心配もなくゼウスのメンバーになれるじゃないか。でも戸籍の方は、それについては私が何とかします。もちろん、エマ注意の分。でしたら私もティターンズにいる義理はありません。協力します。これ以上、テロによる犠牲者を増やさないために。では、エマ注意。あなたはダカールの本部に戻って各メンバーの連絡をお願いします。カミーユ将尉、あなたも一緒に戻って訓練を受けてください。そうか、カミーユがここで合流してくれるわけじゃないんですね。そうなるとしばらく3人編成、3人パーティーが続きそうです。できればね、4人編成にしておきたかったんですけどね。3人編成だとどうしても火力不足になりますので。ドクトル G、貴様らがゼウスとやらのメンバーか。ショッカーの連中が世話になったそうだ。礼をさせてもらう。これ、戦闘になるだ。カニレーザー。
ぱ全力でいきましょう。まずは一発回復入れておきます。で、必殺もライトニングキック、ガンダムもピンポイントショット、全力でいきましょうね。あ、全体攻撃か、回復しといてよかったな。ライトニングキックの火力が1200、ピンポイントショットが1600で、リライブ光線が600ぐらい回復するので、ここは何としても回復しておきたいですね。お、アマゾンが来たな。いや、V3 か。V3 が来ましたね。ここは俺に任せろ。これで4人編成になった。しかも強い。V3、ヒットポイントが2600超えてる。これは強いな。せっかくなんでいろんな必殺技試しましょうか。ただ、ガンダムは、もうハイパーバズーカーが打てないね。で、V3 は必殺技何もいける。うお、強そうだな。V3 必殺キック、これ、使ってみましょうか。しかも、なんといっても、テクニカルポイントも1600持ってるって、V3 相当強いな。リバイブ光線がちょっと無駄になっちゃったかな。まあ、ただ、リライブ光線は毎回特殊に打っておきましょう。V3 はその他、V3 スクリューキック。V3 本当に強い。逆に V3 がいなかったらしんどかったかもしれないですね。結構ね、V3 の攻撃でダメージ与えてるはずですけど、カニレーザー、未だに健在ですからね。では、ここで、セブンも攻撃に転じます。ライダーはライダーパンチ。ガンダムそのまま。で、V3 は、ハリケーンキック。ハリケーンキック全体攻撃っぽいな。あ、でもせっかくなんで撃ってみましょう。そうですね。全体攻撃ですね。全体攻撃の火力で1900って、相当強いな、やっぱ V3 は。で、セブンはここでリライブ光線撃って回復していきましょうかね。で、V3 はここで、マッハキック。マッハキックも火力が2000超えるな。いや、これは本当に強い。まあ、敵もね、ハリケーンキックみたいなの使ってきたんですけど、V3 の前には無力。せっかくなんで V3 の攻撃全部見れるかな。回転キックはどうなんだろう。全体攻撃かな。いや、そんなことない。二段攻撃だ。いや、回転キックで2000超えるんですね、火力。それにしてもカニレーザーはなかなかの強者、強の者ですね。ん？リライブ光線が打てない。うわー、しまったな。これアイテムで回復するしかないかな。アイテムでちょっともったいないけど、ウルトラセブンで回復して、で、次のターンで回復にしましょう。で、 V3 は最後残ってるキックですね。 V3 キック、 V3 キック1800。おお、倒せた。これ、テクニカルカプセル温存できたかな？温存できてたらいいですね。あ、これででも回復してくれたので、レベルアップによって。エネルギーはともかく、ヒットポイントは回復ですね。か、仮面ライダー V3、貴様は死んだのではなかったのか。ふ、貴様らを倒すため地獄の底から這い上がってきた。貴様らに殺された親友の恨み、今ここで晴らしてやる。去年の2月2日、ヌーベル病院でアスカ・ゴロを殺したのはお前だな。違う、聞いてくれ。わしはその日はグランシにいた。本当だ、証人もいる。 V3 とんでもなく強いからだ。消えろ。はい。いや、でもカニレーザー強かったな。これ V3 が来なかったら、ちょっとやばかったですよね。回復もね、テクニカルカプセル1個しかなかったんで、まあ、ウルトラセブンを回復したとしても、いずれ、まあ、その、テクニカルポイントがそこを尽きたということになってたかもしれないですね。正義、平和、そんなものが何だ。俺は、これだけの力を持ちながら親友一人救うことができなかった。アスカ、
お前の仇はきっと俺が取ってやる。まあ、確かに V3 めちゃくちゃ強かったからな。白。赤い。歌い出しましたね。これで、このジーファが終わったので、次の、マップ、あるいはダンジョンへと、向かいたいと思うんですが、まあ、その前に、まあ、今、カニレーザーとの戦いでもあったように、敵が強力になってきてるんで、回復をしっかりしておきましょうか。あと、まあ、できれば、装備品ですね。これをアップデートしておきたいと思います。そうか、ここで V3 が仲間になってくれるのかと期待したんですけど、まあ、あの強さだとゲームバランスが崩壊するので、カニレーザー戦だけですね。では探索をしながら回復できる、あるいは装備品が買えるところがあれば回復、装備品の購入、このあたりをしておきたいと思います。アマゾンがいたね。テロリストたちのアジト、これを叩く必要があるということで、どこかにいるのかという話をしてますね。水晶のドクロ、なんだろう水晶のドクロって。古代インカの標、クリスタルドクロ。悪いまじない、退ける力ある。テロリストのアジト、町の南から行ける。はあ、じゃあ南から入っていく感じですね。テロリスト多分ゲド。ゲドのボス。10面機。あいつ強い。気をつけろ。まあ、やっぱりこれ、装備品整えましょう。で、南から、テロリストのアジトを目指します。クニオくんみたいなのがいるな。昔クニオくんってこんな感じでしたっけ。テロリストが街から消えたぜーとしてますね。あ、なんか受付のお姉ちゃんも復活してるので、これ街が正常化したのかな。そうすると、装備品売ってる店もあるかもしれないな。ん、ここだ。せっかくなんで、ちょっと買うものを整理しましょう。やっぱ攻撃系だよな。メガレーザービール、サーベル。アイアンナックル。あとは、L77 リング。このあたりをちょっと買っておきたいと思います。では、武器だけしか買えなかったんですが、装備品整えました。まず、アムロですけども、メガレーザーサーベルに変わります。これ、攻撃力だいぶ上がりました。で、セブンですけども、これも、リングを変更してます。で、ブラックはアイアンナックルに変えてます。残念ながら、防具を買う、まあ、余裕がなかったので、金銭的に。そこはですね、まあ、今回は我慢して、回復はしっかりできるように、まあ、ヒットポイントのね、残りに関しては、常に気を配っていければいいのかなと思います。では、テロリストとものアジトへ向かいましょう。では、ダンジョンに入りましたね。病院によって回復はしてあります。なので、テクニカルポイントは満帆です。ただ、テクニカルポイントの回復できるカプセルが売ってなかったので、まあ、依然、カプセルは1個。まあ、結果的にね、さっき、カニレーザー戦で1個残っていたものを温存できたのが良かったかもしれないですね。なので、雑魚キャラ相手に対しては、テクニカルポイントは温存して、必殺技はま使わずに進んでいこうかなと思います。では、進んでいきまーす。新しい敵出てきましたね。カマキリジン。カマキリジンですね。カマキリジンだとなんか、名前と名字みたいに分かれちゃいましたけど。これもただ、
まあ雑魚キャラ扱いではあるので、必殺技は使わずに、地道に削って倒していきます。お、ゼットン2が出てきたね。まあ、ゼットンといえばガンダムを倒した、まあ、数少、ウルトラマンですね。倒した数少ない強キャラですよね。バルタン星人とかも出てきてたので、まあ、どっかでまた戦うこともあるかもしれませんね。バルタン星人もね、やっぱりウルトラマンを代表する敵キャラですもんね。はい、アジト入り口までやってきましたね。戦闘員へ、わわ、なんだてめえら、ゼウスがどうしてここに。お前らショッカーの戦闘員まだいたのか。バカめ、我々はゲドンだ、ショッカーではない。本当はシャッコーの人員整理に引っかかってゲドンに再就職したんだけどね。もうこの辺りの逆要素を入れてくるのはコンパチヒーローシリーズの、まあ、お約束ですよね。俺たちはこいつらゼウスのおかげで職を失った。そういやそうだ。貧乏の恨みを今ここで晴らしてやれ。入り口にいる戦闘員。まあ、E なので、まあ、雑魚キャラと変わらないですね。ここはテクニカルポイントを温存して、普通に突破していきます。テクニカルポイントの回復カプセル、どっかで入手しとかないと、この先不安ですよね。ちょっとね。くそ、点で歯が立たん。こいつら化け物か。てめえ、言うにこと書いてなんてこと言いやがる。こんなハンサムな好青年を捕まえて。さて、じゃあこのアジトの中探索までしていきましょう。なに？用心棒が現れた。なんだこいつは。へへへ、驚いたか。こちらはな、俺たちの四重棒先生。先生、こいつらに先生の腕前を見せてやっておくんなせい。よかろう。この辺りはなんか急に時代劇っぽい要素を入れてきましたね。シュンシュンとしてますけど、よく見ろ。うわ、すごい。先生の実力を、てめえらもこうなりたくなかったら、てんてんてん。なんだこのギターは。は、これはまさか V3 じゃないだろうか。絶対 V3 だ。 V3 がこの用心棒先生の相手をしてくれるのかな。そうですね。とう、高校の文化祭の時に同級生の一人が壇上から今みたいな感じで、下段したのを思い出しましたね。とうと言いながら降りてきましたからね。じゃあこの用心棒先生は V3 に任して、この後このアジトの中に突入していくことになるのかな。よかろう、その腕とくと見せてもらおうか。見てた、変身。いや、変身じゃない。用心棒と同じことしている。チッチッチッ、よく見てみな。何？すごい。なんかたまによく見るやつかなと思ったら、これよく見ると団子を持ってますね。一応 V3 も加わって戦闘になるんだな。まあ、V3 の強さは先ほどご覧いただいた通りなんだ。まあ、既存メンバーに比べると、頭一つ二つ出てますね。先生、そんなことはもうとっくにみんな知ってますよ。逃げるぞ。なるほど、用心棒先生も含めて戦闘にならずに撤退していきましたね。では改めて、
箱の中に入っていきましょうか。アスカを殺した。仇が見つかった。どうやらゲドンの十面鬼らしい。今度は逃がさん。俺たちもこれからそいつをやっつけに行くんだ。一緒に行こうぜ。俺は徒党を組むのは苦手だ。一人で行く。なるほど。V3、ここでこそ仲間に加わってほしかったですけどね。残念ですね。では、このままこの中探索していきましょうか。突入でーす。宝箱を回収しながらですかね。リライブカプセルよりも、さっきから再三言ってるテクニカルカプセルが欲しいんだよな。ドライセンが出てきた。まあ、ただ、V3 も加わっているし、まあ、特段注意するようなことはないかなとは思います。まあ、火力は間違いなく V3 が頭一つ二つ抜けに出てるんで、まあ、V3 の火力を活かしつつ、他のメンバーはしっかり、テクニカルポイントを温存、あるいは回復させながらですね、OK と進んでいきます。先ほどの用心棒がいますね。話しかけましょう。わわわ、こんなところまで来よった。まずい、逃げ場がない。こうなったらやるしかない。モグラ獣人、ボス戦になりますね。まずはテクニカルポイントを節約していきましょう。パワーパンチあたりかな。ガンダムはちょっと減ってるので温存します。まあ、装備品のうち武器に関してはね、ある程度新しいもの、最新のものへと、更新済みではあるので、まあ通常攻撃でもそこそこダメージは取りますね。通りますね。なので問題は、敵のヒットポイント、これがどれくらいあるかかな。それとこのモグラ獣人自体はどうだろう、あんまり攻撃力も高くなさそうなので、ヒットポイントがただただ高い敵かもしれないですね。え、あっさり倒した。なんかモブキャラ、雑魚キャラとまでは言わないですけど、なんかそれほど強いという感じは全くしなかったですね。撃破完了です。参った。おみそれしやした。あっしの負けです。どうか許してやっておくんなさい。お代官様。なんかいきなり時代劇っぽい、感じになってますけど。住民機の居所を知っているのか。へへ、知ってるも何も、わしはさっきまでそこにいて、おっぽり出されてしまったんでさ。なるほど。じゃあ、この後その住民機を追って、さらにダンジョンを進んでいくという感じですかね。住面機、この先の隠し通路、通ったところにいるっていうことですね。じゃあ、進んでいきましょう。
さあ、隠し通路を通って奥へ進んでまーす。なんだ、モグラ超人、貴様、何しに戻ってきた。ゼウスの奴らを倒すまで戻ってくなど、いや、貴様らゼウス。さてはモグラ超人を裏切ったな。獣面鬼がいましたね。じゃあここで獣面鬼と、まあ、勝負になりそうです。で、この時のためにテクニカルポイントは温存してきたので、まあ、全力でね、攻撃仕掛けていきつつ、ウルトラセブンは、まあ、やっぱり回復役ではあるので、まあ、しっかり回復させながら戦っていきましょう。まあ、一発目敵の攻撃わかんないので、いきなりですけど、リライブ光線で回復します。で、パワーパンチ、ガンダムハンマー、それに、まあ、ハキックあたりを、使っていきましょう。敵のヒットポイントもわからないですからね。で、一度回復して敵の攻撃力がどれくらいか、何にもしっこないな。だったらちょっと攻撃見てみましょうか。セブンは、とはいえ、テクニカルポイントが尽きると回復役がいなくなって詰むので、まあ、テクニカルポイントは温存します。攻撃だとほとんど通らないな。で、何もしてこないのは何なんだろう。何か倒し方が別にあるのかな。ちょっと気になりますね、この辺り敵の動き。ここはセブン攻撃して、まだ一度も住民機側から攻撃してきてないですからね。来た、873、2回攻撃か。強い、これは強いぞ。3回攻撃。そういうことか。きっと1ターンで1回攻撃するんじゃなくて、何ターンかに1回3回攻撃してくるパターンだな。これそうなると攻撃重なると死人が出ますね。なんで、このリライブ光線は、どうだろう。ダメージを受けてから使うでもいいかな。毎ターン攻撃してくるんだったらね、敵の攻撃が入る前に回復っていうのがもちろん一番いいのかなと思ったんですけど、どうやら敵の動き見るとそうではなさそうなので、リライブ光線は敵の攻撃を受けてから使っていくことにしたいと思います。ではその要領で攻撃仕掛けていきます。倒しましたね。3回攻撃来ると一気に削られて死人が出るかなと思ったんですが、うまく分散してくれたので、まあ、死人が出ることなく、地面に倒すことができました。ヌーベル病院でアスカ、ゴロを殺したのはお前だな。何のことだ。そんなやつなどわしは知らん。とぼけるな。知らんもんも知らんので、大体わしはヌーベルなど行ったことがない。また違ったか。誰なんでしょうね、アスカ、ゴロを殺した真犯人は。まあ、待て、話はまだ終わっていない。待てと言われて待つバカがいるか。わー、なんだ。へへ、引っかかったですげえ。足をこれまでこき使ってくれたお礼ですよ。これは、モグラ獣人による、ハリセン叩きが行われてますね。10名、貴様に聞きたいことがある。最近テロリストどもが協力をし始めているな。裏で操っている人物がいるだろう。そいつは誰だ。知ってんてんてん、知らんな。この間が嘘っぽさを出してますよね。モビルスーツや怪獣がうろついていた。教えてやる。我らテロリストをまとめ上げたお方。そのお方の名はカハ。危ない。消されたな。ハロ9000から入電です。ダカール本部に戻ってください。至急。詳しいことは本部で説明。至急ダカール本部に戻ってください。ということですね。
では、この後はおそらくダカール本部に戻る、ことになると思います。とにかく本部に戻ろう。ということでダカール本部に戻ってきましたね。イベントでというか自動でというか勝手に戻ってきてます。ラサッシュのシェルターで見つけたデータの解析は終了。それによればテロリストたちの指揮権はネオアクシズから出ています。へえ、ネオアクシズ。まあネオジオンはあってもネオアクシズっていう名前はガンダムシリーズの中でも出てこなかったと思います。なんか派生作品とか見ていないものがあってそこで出てくるのかもしれないですが、基本的にはネオアクシズっていうのは聞いたことがない、このゲームオリジナルの組織なんではないかなというふうに思います。アクシズのレアメタルを失うわけにはいかないという判断からのよう、またアクシズとの全面戦争を避けたい。我々ゼフスはそのようなしがらみとは無縁。アクシズを支援するテロネットワークに対してあくまで戦い続けます。ただ私が算出したデータで計算しますと、現在の戦略やテロリストに対して不利な状況、敵の戦力が整う前にアムロさん、ダンさん、コウタロさんさんにはパワーアップしていただく必要があります。お、なんだろうパワーアップって。それは皆さんにお任せします。なんだ、なんかイベントで強力な装備品がもらえるとかそういうわけではないのかな。それでは皆さんしばらくバラバラに行動することになりますが頑張ってください。僕は新しいモビルスーツを手に入れるか。なるほど、そういう意味でのパワーアップか。アムロはガンダムの後、まあ、ゼータガンダムでは、リック・ディアス、DJ、このあたりに撮ってましたよね。仮面の男、ゼウスのメンバーが戦力のアップを図っている。これ、シロッコとかもそうですね。ヤプール。ああ、そうですね。ヤプール星人。シャドウムーン、シロック。お前たちで奴らの試みを妨害してくるのは、ただし殺してはならん。お言葉ではありますが、アポロン陛下。わざわざ我々が出るほどのことでもないのでは。ゼウスのメンバーは甘く見るな。まあ、言ってもね、各シリーズの主人公ですからね。プロジット。プロジットっていうとどうだろう。銀河英雄伝説をやっぱり思い出すかな。パリーンってやりましたね。で、アムロは、これ誰だろう、アストナージかな。あ、やっぱりアストナージだ。そういや、アナハイムで画期的なモビルスーツを作っている。なんだろう。オリジナルのモビルスーツなのかな。ちょっと気になりますね。ではちょっと長くなりましたので今回はここまでにさせていただいて、次回はアムロがブライトに会うところから、続きをプレイしていきたいと思います。